先ほどですね、ツイッターに投稿したんですけど、その際にこれ写っていたんですけど、実はあの髪を切る際にテーブルが、ね、傷つかないようにこの裏表紙を使ったんですけど、これはですね、うちの地区でですね使ってるスケッチブックです。これはあの30年ぐらい前にですね、私が業者に、作らせた、まあ、こんな風なスケッチブックが欲しいからなんとか作ってくれということで、学校の名前が入ってますね。ここにはまあ出張なんかでいないときにちょっとした作業ができるようなこんなのが入ってます。それからですね、紙の質もいろいろ入れてもらったんですね。いわゆるこの辺が画用紙ですね。で、まあ絵を描くっていうと画用紙が一般的だと思ってるかもしれないです。決してそうじゃないんですね。これは少し薄い紙、まあ、昔でいうわら林みたいな、まあ、ちょっとしたクロッキーやったりアイデアスケッチしたり、まあ、そういう時に使ったりするんですけど、これはトレーシングペーパーと、それからこれ剣塗紙ですね。デザインなんかやるときには剣塗紙が必要で、これですね、剣塗紙ですね。それからこっちはちょっと厚めの水彩紙ですね。水彩画をやるときにはこれいいですね。これはラシ、黒のラシャですね。それから、まあ、デザインなんかやるときに、まあ、このような方眼紙でレタリングしたりとかね、ユニット系のデザインしたりだとかなんていうのに使ったりします。まあ何種類か紙を入れてですね、それぞれの事業に合ったような、まあそういう使い方をしてて、おそらくこれは日本中でもそんなにこういうタイプのスケッチブックないと思いますね。